さあさあさあ、まあ引っ越しはね、引っ越しまた皆さん引っ越しの詫びを要求しそうな、スーパークイシントンというのが、うん、わからない人もいるでしょう。そうね。ね、ご存知の方はおっとなるかもしらんが、僕は大好きだったんで、うん、いつ続きが来るか心待ちにしておりました。はい、続きを書きました。はい、YouTube の皆様にも分かるように、うんうん、はい、第1話も掲載しました。ここ大事かなと思ってな。すぐ出てくるよ。いや、センスあるよね。中川拳の巻。はい、うん、はい、これ1話ね。第1話だからね。第1話、そう、うん、まあまあまあ復帰を頑張っている復帰は弱えしリーチもねえや、うん、ガードンクソキャラや俺スマブラしてもやめた。いいだろう坂ちゃん、確かにガードンは弱キャラだ。そう言われるのも仕方がない、うん、だが僕は中岡にスマブラをやめて諦めてほしくはないんだ、うん、ところでお歳暮送ってよな、うん、高級肉頼むぜ、うん、おやおやキャラパワーを理由にゲーム投げですか。おい長岡さんも落ちたものですな。何を言っとるかね。その上お歳暮たかりとは、うん、坂本さんの相方は随分と豪顔不遜なようだなんだってこんなこと言いそう。かつての変な言いがかりをよしてくれよ。僕が顎に裏剣食らわせられたいのか中学校正論を言ったまでですよ対してガノンを使いもせず弱キャラと決めるのは良くないとね。結構使った結果のねえ結論が弱キャラだったっていうでもよ、だってお前クッパ使ってんじゃねえか何だってよクッパ使えばビップなんて誰だっていくら。その通りよデモネモだってくんですかその通り。そうやって言い訳つけて、うん、ゲームから逃げるのをいつまで続けるのかな坂ちゃんも大変ですよ。この豚に手加減してスマブラしないといけないのが昔は一説によると今もまあせいぜい 100% ハンデでもつけて頑張ってくださいよ。ハハ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 気合いの入ったな。デキラ来たね。今なんて言った。うん、よせ中岡、いいんだよ坂ちゃん。うん、ジャックキャラも買うんで俺もスマブラのビップに入れるって言ったんだよ。うん、それがデキラ。デキラ、うん、ハハハ大きく出たものですね。うん、こりゃどうしてもガノンでビップ入りを達成してもらう必要がありますな。うん、ジャキャのビップでガノンでビップを。読み間違えたかな逆に読むやつだったかな。その通りだね。ページのコマの順番間違えたかなそうだ、この豚とガノンで、うん、中岡拳のビップ利確だ。うん、いいな中岡、挑戦は毎週木曜日、うん、場所は YouTube だ。おう、そして次回へ続くとなったわけだ。そう、この後めっちゃ気になってたんだよな、うん、僕まあでもまあ入ったからね。そう、この後にひたすら木曜日でしょ。そう、ガノンは VIP に入ったから、うん、まあまあ長かったけどな、完結したんだろうなっていう、うん、